闇市は何らかの物価を統制する、体制下で物資が不足した状況における、統制に外れ、非合法に設けられた、独自の市場経済原理で取引を行う市場闇市と表記する場合もある。日本では1923年の関東大震災後、東京近郊で露天使が成立している。また1939年に、 価格等統制令が発せられ、産業資材や生活物資が肯定価格に一本化され物価が昇交渉したの、価格形成委員会により決定されるようになると、配給の不足を補うための闇市が形成されるようになった。新橋にあった闇市。闇市を仕切っていた関東松田組の名前が見える屋台でカストリ酒を飲む人々。瓶には、 アルコール度数を記した札のみで、中身は、不明闇物資を没収する、警察官と MP 一般的に、日本の闇市として有名なものは、第二次世界大戦、太平洋戦争後の連合国軍占領下の日本の混乱期に成立した商業形態である。なおこの種の市場は、終戦直後は闇市と別称で呼ばれたが、 その後国民生活に必要であるとの認識から闇市と表現されるようになった。終戦直後の日本では、兵役からの福音や外地からの引き上げなどで、都市人口が増加したが、輸入が途絶えた状態で政府の統制物資がほぼ底をつき物価統制冷化での配給制度は、麻痺状態に陥っていた。爆撃による交通網。 流通網の損壊により農村部の抱える食料も流通が鈍化し都市部に居住する人々が欲する食料や物資は圧倒的に不足していた。食料難は深刻を極め1945年の東京の上野駅付近での餓死者は1日平均2.5人で大阪でも毎月60人以上の栄養失調による死亡者を出した。 1947年には法律を守り、配給のみで生活しようとした裁判官山口義忠が餓死するという事件も起きている。ほとんどすべての食料を統制物資とした食料管理制度の下では、配給以外に食料を入手することはすなわち違法行為だったのである。ユニセフや占領軍の主体となったアメリカ合衆国連邦政府による ララ物資もあったものの、不足を埋めるには、到底至らず、配給の支配が相次ぐ事態となっていた。このため人々は、満員列車に乗って農村へと買い出しに出かけ、米や、サツマイモの闇物資を背負って帰ったが、依然と支部の人々の食事は、増水が続き、米よこせ運動が各地で勃発した。配線後まもない1945年11月1日に、 貸し対策国民大会が日比谷公園で開催されている。翌年の1946年5月19日の食料命令には25万人の労働者が参加して販売獲得人民大会が開催された。このような状況の下で戦時中の強制疎開や空襲による焼け跡などの空地で闇市が始まった。 廃線の4日後の1945年8月20日、新宿駅東口に開店した露天市が闇市の第一号となった。その後、魚の竹の子のように各地に闇市ができていく。東京都北区を例にすると、赤羽、十条、王子など強制疎開で空地になっていた駅前広場に闇市が立った。最初はザルに野菜を乗せ、 魚を石油缶に入れて売ったりし、物々交換のようなものだった。そのうち、みかん箱を置きや窓を乗せて、台にして、生活用品紙のようになった。さらに一軒四方くらいの店になり、うどんやおでん、かすとり焼酎などを売るようになった。食物屋が大半であったが、日本軍や連合軍からの放出品、あるいは残飯なども、上手に繰り回しされ。 それらが飛ぶように売れた。しかし食料管理法はまだ生きていたので、配給以外で入手した食料は当局によって没収された。生活必需品も不足しており、放出品や横流し品を販売するものも現れた。高専で応用科学を専攻していた辻慎太郎は、サッカリンや石鹸を自作して販売するなど、自身の能力を活かして、 商売を始める者もいた。空き地の出店は、敵屋などの組織が地割りを取り仕切るようになり、御座やむしろ、吉ばりなどでお互いの境界を区切り、地面に品物を並べる店や、台上に品物を並べる店のほか、食事や酒を提供する移動式の屋台も存在するようになった。やがて焼け残った廃材などで、バラック建ての店が建設された。 ただし空地でも所有者がいる土地に建物を建てるのは不法選挙であり、大阪府警察本部の警察部長は、この不法選挙者には外国人が多く、中には地主に立ち退きを要求されると、暴力行為に及ぶものや、法外な立ち退き料を請求したものもあったと、証言している。こうした外国人暴力団の関与が治安を悪化させてしまい、 その後の在日外国人に対する一定の見方を醸成してしまったとする指摘もある。当時銃器を持たなかった警官隊は武装した外国人暴力団に対し無力であった。一方、1946年8月1日に大阪府警察本部よって行われた大阪闇市封鎖などはを得ず、帰って不足にあえぐ庶民を苦しめる結果となった。 1948年9月29日に最高裁判所大法廷で判決が出された食料管理法違反事件では闇米を購入し食料管理法違反として検挙され配給食のみでは健康を維持できないので日本国憲法を第25条2項目の生存権に反し食料管理法自体意見であるとして飛び越し上告をし争われた 同年10月、主婦連合会が発足する。主婦たちはシャモジを旗印とし、食料不足の解消を訴える活動を開始した。同年11月1日から、主食配給は、2号7尺に増配され、人々の食生活は落ち着きを取り戻していった。1949年4月1日には、野菜の同制が撤廃され、6月1日には、 ビアホールが解禁になり、また、東京の飲食店も再開された。1950年4月1日、水産物の統制が撤廃された。同年12月1日、大蔵大臣、池田隼人の答弁が、貧乏人は麦を食えと誇張して報道され、未だ白米が行き渡らぬ家庭の反感を買うが、翌1951年10月25日には、 麦の統制撤廃が閣議決定された。これをもって、米以外の食品はすべて自由販売となり、闇物資ではなくなった。同年12月、東京都内の常設露店は廃止となり、いわゆる闇市は姿を消した。連合国軍最高司令官総司令部は、プレスコードなどを発して、闇市の現状を報道禁止検閲を実行し、 闇市に関する事柄についても対象に加え言論を統制した。闇市は日本各地の都市部に同時期に発生し、東京では新宿東口から新宿通りに成立していた箇所が知られる。現在では闇市の多くは商店街や繁華街となっており、かつての面影はない。一部の地域の裏通りに、 かつての闇市を思わせる一角が残っていることがあり、例えば、新宿西口の思い出横丁、歌舞伎町の新宿ゴールデン街中野の中野サン蛇モール、上野のアメヤ横丁、吉祥寺のハモニカ横丁、大阪の鶴橋商店街、大阪の五階百貨店、神戸の元町高架通り商店街などが知られている。かつては、下北沢駅に闇市の面影を残す。 駅前食品市場があったが、駅の地下化に伴う再開発により消滅した。北海道帯広市に存在していた闇市としては、新興マーケット、万能ーマーケット、電信通りマーケットなどがある。かつては、秋葉原、新橋、池袋、溝口、船橋、関西では、梅田、阿倍野、天王寺駅、三宮など、鉄道駅を中心に大規模な闇市があった。 豊島区立郷土資料館や江戸東京博物館の常設展示に闇市のコーナーがある。スピーブの再現例ソビエト連邦の崩壊後のロシアでも闇市は交流した。ロシア財政危機も参照。朝鮮民主主義人民共和国にはチャンマダンという闇市がある。第二次世界大戦中、戦後、イギリスではスピーブという闇屋が出現した。同様に、戦時、 戦後に配給と価格統制を行った多くの国で闇市が見られた。ありがとうございます。